どうも、ミミシキです。いつも動画をご覧いただき、ありがとうございます。今回は、動画編集ソフト、ビデオブロック Vlogger で、縦動画を作る方法をご紹介したいと思います。まだ知らないって方のために、簡単にビデオブロック Vlogger の説明をしますと、そんなに凝った動画を作らないので、無料で操作が簡単なものがいいって方に、おすすめの動画編集ソフトになります。で、最近は、スマホで動画を見る機会も増えてきて、インスタグラムのリール動画とか、ストーリーズに自分でちょこっと編集した動画をアップしたいなってね、そんな人も多いと思います。他にも TikTok とか YouTube のショート動画なんかも最近人気ですよね。というわけで今回は無料で使える動画編集ソフト、ビデオブロック Vlogger でインスタとか TikTok に投稿する縦動画を作る方法をご紹介したいと思います。はい、では早速縦型動画を作っていきたいと思います。ビデオブロック Vlogger を立ち上げるとこんな感じにプロジェクトの設定画面が開くので、ここで初期設定をしていきます。プロジェクト名を打ち込んで保存先を設定します。で、次にこのプロジェクトの設定で一番大事なところ、この動画の解像度ってところを、ここでこの縦型の比率、この 1080×1920 9対16っていうのを選びます。で、次フレームレートは撮影した時のフレームレートと合わせるようにします。撮影時のフレームレートがわからないっていうのであれば、ここはもう一般的な30で OK です。これでプロジェクトの設定が終わったので、はい、下の新規プロジェクトっていうボタンをクリックします。では次にこのビデオブロック Vlogger に撮影した素材を読み込んでいきます。左上にあるメディアファイルを読み込むっていうところのプラスボタンを押して、編集で使う素材を選択します。今回は縦で撮った素材と横で撮った素材の2種類を読み込んでみました。読み込んだ素材をタイムラインに配置していきます。縦で撮影した素材は、まあ、そのまま普通にカット編集して問題ないんですけども、片や横で撮影された素材っていうのはこんな風にキュッと縮小されて上下に黒い帯が入ってしまいます。この黒い帯が嫌だ、消したい、そういう場合はクリップを選択して、右上のインスペクタパネルにある、この変形っていうところの、このスケール、ここの数値を大きくして、はい、素材を拡大します。拡大した後は、この動画の映ってる位置をちょうどいい場所に調整してあげてください。もう一つ、この黒い部分をなくす方法としまして、この動画の後ろに背景を引くっていう方法があります。こんな感じの背景素材、背景素材がなければベタ塗りのなんかね、色の画像でもいいと思います。その背景素材を動画トラックに置いて、横で撮影した素材を1段下のオーバーレイトラックに移動させます。はい、するとこんな感じに黒い部分が消えるので、上下にテキストなんか入れてあげると違和感を消すことができると思います。で、編集が終わったら書き出します。ツールバーにある出力っていうボタンをクリックして、ファイル名をつけて、保存先を選択して、書き出す動画の品質を5段階から設定します。数字が大きい方が画質がいいということになります。動画のコーデックは H.264 で OK、 FPS フレームレートは30のままで OK です。そして書き出しの開始ボタンをクリック、書き出しが終わるまでしばらく待ちましょう。はい、
これで縦動画が完成しました。はい、いかがだったでしょうか。今回は動画編集ソフトビデオプロック Vlogger で縦動画を作る方法をご紹介させていただきました。スマホで撮影した動画でも編集でちょこっとね手を加えてあげれば、より視聴者にとって見やすい動画、伝わりやすい動画になりますので、ぜひ縦動画の編集にチャレンジしてみてください。はい、といった感じで今回の動画は以上になります。このチャンネルでは動画や IT を活用して日々の生活を豊かにする情報をお届けしています。また今回紹介したビデオプロック Vlogger に関する動画も他にアップしてますので、興味を持っていただけたらぜひね他の動画もチェックしてみてください。この動画が少しでもためになった、参考になったという方は高評価、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。